ダッチ君とは、読売新聞のマスコットキャラクター。コウモリによく似た森の住人という設定。父、である母、ザマス、弟、ダッチョと共に暮らしており、女の子の登場キャラクター、ダチ子に惚れている。成績は相当悪く、10回受けたテストの点数が、すべて1桁、しかもそのうち2枚が0点だったことがある。 もともと勇敢行読促進のために生み出されたキャラクターで、読売新聞のウェブサイトである、読売オンライン内の、読み書きの森や、よりもないの、よりもキッズ・ウィズ・ダッチ君にて登場中。2009年4月2日より、毎週木曜勇敢に、挿絵として登場。2008年3月をもって終了した、読売新聞別釣りの PR 版スクープでは、 4コマ漫画キャラクターとして登場していた。また、絵本にもなっており、人と仲良くすることが無敵であるということを訴えかけている。このほか、読売新聞グループの中央公論新社が発行する中古文庫のイメージキャラクターにも、ダッチ君が起用されている。ありがとうございます。